はい、今日もカズ劇場です。よろしくお願いします。本日はこちらです。じゃん。いろいろな設定でなんでやねんのセリフをお芝居してみる。はい、なんでやねんですね。東京都武蔵野市生まれですが、幼少の頃2年間だけ奈良県にいました。はい、なので関西弁使ってました。今はもうね、全然使えないですが、ただお芝居やってる人間なんで、いい機会なんでね、ちょっと関西弁やってみたいと思います。はい、さあ、1個目はですね、分かりやすく阪神タイガースが、阪神ファンなんで自分も、ファンが甲子園で野球見ていて応援していて、まあ決勝、これ勝ったら優勝にしましょうかね。しかし9回裏、大山が2アウトでボンフライを上げてしまって、もうそれでその上がった時点でもう試合終了、もうね、取られるだろうというフライなんで、その時の阪神ファンの嘆きですよね。なんでやねん、いきましょうか。はい、テイク1です。はい、よーい。大山、打てや。あ、なんでやねー。はい、早かったですね今。ちょっと早かったですかね、芝居が。どうなの、ちょっと見てみます、後で。はい、そしたら2つ目ですね、力士が、お相撲さん、後輩、弟子に、まあ後輩ですかね、まわしを持ってきてくれって頼んだのに、間違えてたわしを持ってきた時のなんでやねん、行きましょう。はい、テイク2です。はい、よーい。まわし持ってきてくれ、新しい。なんでやねん。はい、もうちょっとやり終わったですかね。3つ目いきましょう。麦茶だと思ったら、めんつゆだった。これちょっとガキの頃たまにね、あったかもしれませんが、はい、行きましょう。テイク3です。はい、よーい。なんでやねん。はい、どうでしょうか。これはもう後で見てみないと分かんないですね。はい、ちょっと吹き出しちゃいました。4つ目ですね、車を運転していて、まあ地方なんでしょうかね、どうなんでしょうか、まあ、都会にしましょうか。いきなりヤギが車の前に飛び込んできて、キューッと急ブレーキで見て、まあ結局セーフだったんですけど、見てのなんでやねん、行きましょうか。テイク4です。はい、よーい。
なんでやねん。めーじゃあらへんがな。なんでやねん。はい。ハンドル今掴んでましたね、多分。ハンドルなんかもう外しますね、今。手ね、握ってる。多分逃げてましたね、今ね。ダメですね。はい。ラストですかね。はい、テイク5です。犬の糞を、あれ踏んじゃったかなっていうね。で、靴の裏見てなんでやねん、行きましょうか。はい。テイク5です。よい。はい、どうでしょうか。ウィスパーなんでやねん、ささやきなんでやねん入りました。聞こえたでしょうか。さあ、今回はこんな感じでしょうか。以上、カズ劇場でした。チャンネル登録よろしくお願いします。